最大寺最大寺は、奈良県奈良市最大寺芝町にある神言、立秋の総本山。奈良時代に、後圏上皇の発願により、宗、上東を解散として建立された。なんと七大寺の一つとして、奈良時代には壮大ながらんを誇ったが、平安時代に一時衰退し、鎌倉時代に永尊によって復興された。三号は、勝宝山。現在の本尊は、 釈迦如来である。創建寺最大寺の模型北側から見る宝棄十一年の最大寺資材る記帳によれば、創建の経緯は以下の通りである。天平法寺八年九月、後建上皇は、恵美を死活の乱平帝を祈願して、近藤四天皇像の造流を発願した。なお、後建上皇は、同年十月重そして、聖徳天皇となった。 翌天平神後元年、前述の四天王像が造留され、西大寺が創建された。この四天王像四体は、西大寺使用堂に今も安置されるが、各像が足元に踏みつける邪気だけが創建当時の、もので、像本体は、後世の作に変わっている。西大寺の創建当時は、僧、道教が、中央世界で大きな力を持っており、 西大寺の建流にあたっても道教の思想的影響が大きかったものと推定されている。五国のために四天皇像を安置するのは、金三脇最小王行に基づくものである。西大寺の寺名は言うまでもなく、大仏で有名な東大寺に対するもので、奈良時代には、薬師近道、弥勒近道、王道、十一面道、 東西の五十頭などが立ち並ぶ壮大なランを持ち、なんと七大寺の一つに数えられる大寺院であった。前述のシザイル基調の記載や、元禄十一年作成のラン絵図から復元されるラン配置は以下のようなものである。地域の中心には薬師近藤が立ち、その背後、通常の寺院では行動のある位置には魅力近藤が立っていた。 これら中心河蘭の東には、小東院、その北に、食堂院。中心河蘭の西には、小曹院、その北に、万所院があった。中心河蘭の前方には、東西2基の五重塔が立ち、これらの東に、塩院。西に十一面堂院があり、塩院の南に、東南閣院。十一面堂院の南に、西南閣院があった。は八角形で計画されたが、 途中で四角形に改められた。資材ル基調によれば、これらの書道には、密教系の像を含む、多数の仏像が安置され、多くの鏡で称耗されていた。薬師近道には、薬師三尊像を中心に、計21体の仏像が安置され、中には、密教系の孔雀明王像も含まれていた。弥勒近道には、 計77体もの仏像が安置され、弥勒仏の土卒天上土を表現していた。しかし、寺は平安時代に入って衰退し、火災や台風で多くの道東が失われ、幸福寺の支配下に入っていた。最大寺の中高の祖となったのは、鎌倉時代の僧、永尊昭和三年である。永尊は、建仁元年、大和国添上郡に生まれた。 11歳の時から第5次、高野さんなどで修行し、文略2年、35歳の時に初めて最大寺に、従した。その後一時海流王寺に従した後、家庭4年最大寺に戻り90歳で没するまで50年、以上、後輩していた、最大寺の復興に尽くした。英像は、当時の日本仏教の腐敗、堕落した状況を憂い、戒律の復興に努めた。また、 貧者、描写などの救済に奔走し、今日でいう社会福祉事業にも力を尽くした。最大時に現存する仏像、工芸品などには、本尊釈如来像をはじめ、映尊の時代に制作されたものが多い。その後も、認証などの構想を排出するとともに、荒廃した諸国の国分寺の再興に尽力し、南北朝時代の明徳2年に出された。 最大寺松寺町には8カ国、同時代のその他の資料からさらに十数カ国の国分寺が最大寺の松寺であったと推定されている。最大寺は、明王8年12月、山和国に攻め込んできた細川正元の家臣赤沢友常によって焼き討ちされたり、文岐2年の火災で東東が炎上するなど、大きな被害を受けた。江戸時代に、 江戸幕府より300国の治療を認められると、ようやく再建の都に着いた。現在のランはすべて、江戸時代以降の再建である。西大寺は1895年6月に、新言宗から独立し、新言立宗を組織した。新言立宗に属する寺院は、大本山宝山寺のほか、京都、浄瑠璃寺、奈良、海流王寺、奈良、二大寺、鎌倉。鎌倉鎌倉 極楽寺、横浜、商名寺などがある。重要文化財。余生胸作り、本河原吹き。室町時代の消失後に再建された銅が傷んだため、修理ではなく新築することとし、完成10年後の造営に着手、文化5年後の完成したものである。土壁を一切持チーズ装飾性の少ない伝統的な様式になる。 江戸時代後期の大規模仏道建築の代表作として1998年に重要文化財に指定された。この道はかつては法歴2年の建築とされていたが、正しくは前述のように19世紀初頭の建築である。鎌倉時代に建てられた光明神言堂の後ろ身である奈良県指定有形文化財。この駅からの寄進を受け京都御所にあった。 この絵家聖書御殿を、永存の重房であった、西室の跡地に、宝暦十二年に移築したものとも、観音堂とも、遠方二年再建。奥野院の高所菩薩病棟十二天像の、水天根堂スカシボリシャリ吉野万ダらず天居。2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による。仏像の像内納入品の明細出展。 国宝、重要文化財大前別館所有者別、総合目録、名称創作員、統計資料による。ただし、木造映像座像の納入品の名称を変更、追加指定については、平成28年8月17日文部科学省、国時代112号による、仏像の画像境内に、最大需要遅延がある。ありがとうございます。